先行ビジネスサポートさんは470名ほどいらっしゃる社員さんの中で女性が8割いらっしゃるということなんですが、その女性が働きやすい職場作りの一つとしてお手洗いに力を入れていらっしゃるというふうに伺いました。ちょっと今日はご案内いただけるということなのでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。失礼いたします。ここがパウダールームでですね、それぞれの引き出しの中に区切りがちょっと開けると皆さんの私物が入っているので開けれないんですけど、それぞれ9つぐらいのスペースに分かれてまして、そこにそれぞれ個人の歯ブラシであったりとかですね、お化粧直しの、はい、置けるようになったスペースができてます。すごい、こう社員さん一人一人が入れられることになっているんですね。持ってます。こういった綺麗なスペースにされた理由っていうのは会社としてどういう思いがあるんでしょうか。そうですね、女の人が8割占めてるっていうところで先ほどもお話があったんですけれども、休憩時間であったりとか、混雑するっていうところも、広くした理由の一つにはあるとは思うんですけれども、やっぱり元気で楽しく明るく働いてもらうため の福利厚生の一つというところだと思います。ここは本社の一番最上階になりますでしょうか。そうですね、4階になりますね。そしてこちらのお部屋をちょっとご紹介いただけるということで、ちょっとご案内お願いいたします。どうぞ。こちらは弊社のリフレッシュラウンジになります。リフレッシュラウンジ、ここはどういったお部屋になるんでしょうか。そうですね、社員が、お昼ご飯を食べたりだとか、休憩の時間に、くつろぐ場所となります。やはり社員が、休憩時間に、ゆっくりとしてもらうために、お茶とかですね、ちょっと氷水とかも出るようにしてます。無料で社員さんは、もちろん無料で、あとはですね、やはりパソコンを見ることが多いので、屋上緑化って言いましたね、屋上庭園、こちらですね、そうですね、緑で目を休めるといった意味もあって、屋上でくつろぐと。なるほど。これ季節ごとにやっぱ景色とかも変わってくるんですか。そうですね、季節ごとのやっぱ風景を楽しみながらお昼ご飯食べたりします。なるほど。一人ご紹介したい社員さんがいらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、ご紹介いただけますでしょうか。電話応対コンクールの全国チャンピオンがいますので、熊谷です。どうぞこちらに。はい、すごいトロフィーを持ってきていただきました。そうですね、これどういう大会なんですか。電話応対の甲子園みたいな大会で、こっちが宮崎県で勝った時のやつで、県で1位だった。そうですそうです、でそれに勝って、県から自分一人だけ宮崎県代表で出て、ちょっと初めての大会だったんですけど、まさか優勝するとは思ってなくて。これ何を競い合うコンクールなんでしょうか。私の時は、その聞く力とか伝える力、聞いて届ける安心感と信頼感みたいなのをテーマにした電話の大会で、エントリーした人数が1万903人、だったと聞いています。なるほど。じゃあ1万人の頂点に立たれた方が、そうですね、この先行ビジネスサポートさんにいらっしゃると、誇らしいですね。ありがたいです。実際この先行ビジネスサポートさんに働かれてて、この道をある意味極められたわけじゃないですか。そこまで行けたモチベーションって何だったんでしょうか。自分はあまりコミュニケーションを取るのが苦手な方なので、そのこう来たらこう返そうっていうのを全国大会に向けて、たくさんの周りの方々にこう、練習相手をしてもらって、でその中でこういう言葉いいんじゃないって言われたことを評価していただけたので、なんかこう周りの方に支えられたっていうのが一番大きな、モチベーションというかだったかなと思いますね。なるほど。今ちなみに入社何年目なんですか。6年目です。6年目で、実際こう6年間働かれてみて、この会社の魅力ってどういうところでしょうか。全国にクライアントさんがいらっしゃるっていう会社なので、なんか宮崎県にいながら、全国の、東京で本来はやるような仕事とかをうちで体験って言うとあれですけど、私どもの会社で実際に取り行うことができたり、いろんな業務の裏側を知れる、なんか縁の下の力持ちがたくさん集まるようなところがいいなと思います。